ギビングチューズデーとは、ハッシュタグ効果を狙ったスタイルで、ギビングトゥーズデーと表記されることが多いが、アメリカ合衆国の感謝祭明けの火曜日を指す。これは、クリスマス休暇が始まる前に、国際的な寄付の日を設けようという社会的なムーブメントのことで、感謝最後のシーズンの商業活動と消費者主義に対抗するものとして、2012年に、 ニューヨークの事前団体 92ND ストリートワイト国連基金が始めたものである。ギビングチューズデーというアイデアが最初に発表されたのは2012年10月、ギビングチューズデーが最初に計画された日の1ヶ月前のことである。ギビングチューズデー創設パートナーのマシャブルが発表した。報道記事に名前が挙がっている他の創設パートナーにはスカイプとシスコがある。 その後数週にわたって、マイクロソフト、ソニー、アルド、ケース財団、ハイハァインターナショナル、フェニックスハウス、スターウッズホテルズなど、他のパートナー組織も発表された。ギビングチューズデーの詳細を伝えたのはマッシャブルである。他にも、シーネット、ハフィントンポスト、デザレットニュースといったニュースのサイトはかなり以前から、ギビングチューズデーについて取り上げていた。ギビングチューズデーの直前、 最中、直後には、ワシントンポスト、ホワイトハウスの公式ブログ、ABC ニュース、ハフィントンポストも取り上げた。ホーブスは、その機会を利用して、効果的な募金のガイドを発行した。2013年にも、マシャブルは、ギビングチューズデー用の無料コミュニケーションツール、ハングアウト、アトンのサービスを提供するため、グーグルとの提携を含めて、ギビングチューズデーについて報じた。 ハフィントンポストもギビングチューズデイについて大々的に報道した。ギビングチューズデイはチャリティナビゲーター、クロニクル・オブ・フィランソロピーなど、チャリティー活動に関する数多くの情報サイトの取材も受けた。12月4日付のクロニクル・オブ・フィランソロピーの記事では、グッドベンチャーズが、ギブディレクトリグーグルのハングアウトアトン、そして、ケース財団が発表したマッチンググランツに寄付した。 ことを大きく取り上げた。ギビングチューズデイは、ロサンゼルスタイムズや、USA トゥデイといった主要詞でも取り上げられた。2013年のギビングチューズデイのチャリティー活動への寄付は、2012年と比べて、ほぼ倍増した。2013年のギビングチューズデイには7000を超える NPO が参加した。2014年のギビングチューズデイ運動から、ギビングタワーが誕生した。 ギビングタワーとは 92ND ストリート Y、国連基金、クラウドライズとが提携して提供しているアプリのこと。バーチャルリアリティの技術を駆使したギビングタワーは1回の寄付がレンガ1個分で、それを積み上げていくとタワーになる仕組みである。フィランソロピーニューズダイジェスト、クロニクルオブフィランソロピー、そしてマシャブルはインディアナ大学。 リリーファミリースクールオブフィランソロピーがブラックバウド、ドナーパーフェクト、グローバルギビング、ネットワークフォーグッド、画像が処理した募金に基づいて出した見積もりについて報告した。それによると、ギビングチューズデーでは合計4570万ドルが寄付されたことになる。そのうち千6 1 0万ドルがブラックバウドの扱いである。インディーゴ,ーゴーがの NPO のために、 当日調達したとしている750万ドルは計算に入れていない。2014年、この運動は国際的な広がりを見せ、世界68カ国の団体や個人が参加するようになった。ジョン・テンプルトン財団がアメリカ人のアンケートをもとにしたある調査報告を発表した。それによると、ブラックフライデーについては回答者の93%がよく知っているが、 ギビングチューズデーについて知っているのはわずか18%であった。つまり、ギビングチューズデーは、知名度という点では、まだまだ低く、人々に認知してもらうまでには、時間がかかるということである。そう入っても、主催者側は、ギビングチューズデーで動く金額、ボランティア活動、知名度の今後の増大については楽観視しており、募金の処理業者や、 小売業者もマッチング募金やインセンティブの制度を提供して人々にギビングチューズデーに寄付をするよう呼びかけた。2015年、ブラックバウドはギビングチューズデーの効果を強調するためオンラインのダッシュボード上にリアルタイムの統計値を示すデータを提供した。Facebook の創設者の一人で CEO のマーク・ザッカーバーグと妻のプリシラちゃんは生まれたばかりの娘に当てた。 公開書簡を公表し、二人が Facebook 株で得たザッカーバーグの財産の99%以上を新設したチャン・ザッカーバーグ・イニシアティブを通じて寄付をする意向であることを発表した。この発表はギビング・チューズデーには言及していなかったものの、たまたま2015年のギビング・チューズデーに行われたことから、この二人によってギビング・チューズデーが新たな段階に入ったとの見方も、 ある。ただ、ブラックバウドのデータの分析者は、ザッカーバーグの発表は、ギビングチューズデーの募金全体の額にそれほど影響を及ぼしていないのではないかと考えていた。内部文書を見ると、ブラックバウドが処理したギビングチューズデーの募金額は3960万ドルであり、その日に動いた金額の合計が1億1700万ドルに上ったことがわかる。 ギビングチューズデイの反響は徐々に大きくなっており、グーグル、マイクロソフト、スカイプ、シスコ、ユニセフ、ケース財団をはじめとする数多くの組織がパートナーとして参加するに至っている。ギビングチューズデイは消費者文化に対する防御手段として、また人々がお返しをする方法として賞賛されている。ニューヨーク大学金融アクセスイニシアティブのマネージングディレクターで、 効果的立派的団体ギブウェルの役員でもある、ティモシー・オングデンは、スタンダードソーシャル・イノベーション・レビューに、ギビング・チューズデーに会議的な記事を2012年に1本、2013年に、もう1本、それぞれ執筆している。ニュースウェブサイトのインサイド・フィランソロピーでは、ギビング・チューズデーが大成功を収め、グローバルに展開していったのは、Facebook の共同設立者、 ダスティン・モスコビッツの財団グッドベンチャーズが発表したギブディレクトリーへの500万ドルのマッチンググラントや AOL の元 CEO スティーブ・ケースが自身の団体が支援するチャリティ活動への寄付として発表したマッチングファンドの7万5000ドルなど IT 企業やその設立者がこのイベントのプロモーションに果たす役割によるところが大きいと論じた ノンプロフィットクォータリーの2015年1月号の記事ではギビングチューズデイが一般に寄付の日との関連で論じられている。ギビングチューズデイは複数のプラットフォームに対応した連合型キャンペーンであり多くの NPO や募金を処理する数々の業者が関わっているがいずれもたった1日に集中しているために人々の意識を高め 宣伝効果を上げるための調整が可能だと説明されており、ミネソタ州のギブトゥザ・マックスデーと対比されていた。ギブトゥザ・マックスデーの方は NPO は数多く参加するものの、お金の動きをきちんと追跡できるよう、募金の処理業者は毎年一社に決められている。ありがとうございます。